とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はランダム報酬タワーやっていきたいと思います。では、行きましょう。とりあえず最初のボスを、なんとか倒したいよね。でもね、結構微妙な装備だと、あそこはいけないんじゃないかな。結構きついからね。あそこをクリアするにはそれなりに当たりが出ないと無理だと思いますけども、どうでしょうか。 OK、まあ、とりあえず序盤はサクサクいきましょう。ボスまではね、いきます。5なんだ。雷、矢筒ですか。あ、でもボスには使えるかも。ノビが召喚した時に打ち込めばそれなりのダメージにはなるんじゃないかな。ちょっと待って、エンチャート何ついてる。あ、虚無ついてるか。虚無連鎖反応、ちょっといろいろ試してみてもいいかもしれませんね。まあ、とりあえずここら辺はまだまだ余裕でいけますね。もう出ないよね。よし、いきます。3、ウィンドボー。まあいいか。行きましょう。ちょっと待って、エンチャント何だっけ。いや、エンチャントいらんな。よっしゃ。で、問題は防具もね、強いていいやつなかったような気するんですよね。いやー、これ厳しいか。まあでもそれなりのダメージを与えたか。いきます。2番。カトラス、武器が変わりましたね。それなりだ。いいんじゃない、いきましょう。いけるかも。いや、わからん。やっぱいい感じの火力ですよ。火力は素晴らしい。いけそうじゃない？なんかいけそうな気はする。あ、ただノックバックするかって言ったらしないか。ノックバックはしてくれないのか、これ。あ、だねー。ノックバックなしはちょっときついかな。いきまーす。4。あ、火力は、こうなったらもう防具を上げるしかないよね。もう防具を上げていくしか、いや無理だもんな。はい、87。まあ悪くはないよ。でカトラスか。まあ行ってみましょう。ちょっとエンチャント何か入れよう。あ、稲妻フォーカスとかでもいいか。でも武器はね、いいやつがないので、弓だろうね、入れるとしたら。こんな感じ？で、まあ若干なりとこう、矢筒のダメージを上げとこう。いや、これ、伸びがきついな。いけるか？いや、いける。もう倒せるよね。よし、ちょっと待って、
いやー無理か、落とすのはまあ無理だわ。よし、ちょっと待て。あ、でも倒せるわ。あ、倒した倒した。なんか地味なやり方だったけど、地味な戦いでしたけどもいけましたね。うん、あーでこの弓の火力高いんでそれなりにいける。でもノックバックしないから若干戦いにくい。あ、いけた、いけました、いけました。いきまーす。6、なんもなし。ここでバジーネスト取れなかったのがどう響いてくるか。タンクがいないとね、結構きつい時があるんだよな。これちょっと稲妻フォーカス絶対ミスってる。うん、稲妻フォーカスミスでしょ。おしよしよし、オッケーオッケー。いや、この際もう稲妻フォーカスを2まで入れたがいいよね。うん、1.5 倍になるからこれでいこう。おお、あ、でもカトラスはね戦いやすい。うん、カトラス戦いやすいな、さすがの火力だし。うん、攻撃速度もそれなりに速いんで戦いやすい。危ない。敵がある程度もうちょっと固まっててくれれば稲妻の矢筒を打ち込んで多分ワンパンとかでいけそうな気はするけど、どうでしょうか。よし、オッケー、いきまーす。5、おおおおおおお、いいよ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 当たり当たり。ゴーレムいればいけるもん。うん、これタンクになってくれるんでいい感じじゃない。稲妻のやつ、お、あ、でもあんまりダメージなかったな。なんでだ、通常のところでもうちょっとこう稲妻のやつってダメージあるんだけど。そうか、あれバーストフォーストリングで広範囲に打ってるからダメージあるのか。だからタワー微妙だな。3、まあポーションバリアはついたけどさ、あーでも、そうか、遠距離のダメージは上がるか。いきます。ここも敵一気に出てくるからね。いやー、ちょっともう近距離火力がない。よっしゃ、危ない。もう、なるほど。いや、今のはねゴーレムの HP がもう低かった。うん、ゴーレムはもうちょっとねしっかり耐え、いや、ちょっと待って、もうこれ防具が弱すぎる。うん、いや、そもそもそうか、戦い方がこれなんだ。うん、これで戦わないといけない。弓の火力がすごい上がるんでそれでいきましょう。下いない、いないか。 OK、 武器変えたい。はい、一回やられました。武器変えたい。1、きつくない？ちょっと待って、ポーションバリアもなくなったぞ。もうトゲトゲでいきます。なんか他ないの？いや、な、うーん、一応兄弟でとけ。うん、ゾンビ系来た時だいぶ楽になるんで。いやー、うっそ、危ねえ。もう
いや、これはきついって。よし、うわー、きついきついきつい、こわ、ちょっとやばくなってきたと思う。でも一番難しい場所は抜けたかな。うん、でイカスミを使ってなんとかダメージを減らしていこうか。ちょっと待って、もうこれ耐久力全然ない。いや、これ耐久力の低さマジで問題です。よし、 OK、 よし、終わり。これはきつい。いきます。6、何もなし。いやー、ちょっと待って、ここで欲しかったプレート欲しかった。いや、ここ厳しいぞ。ここはつらい。うわー、オッケーオッケーオッケー。とにかく弓を打っていくことしか俺にはできないね、ここは。よし、オッケー。おお、これは、いやー、きついって。こんな地味な戦い方しかできんしね。よし、よし、ゴーレム突っ込め。どう？いけたね、いけたね。いや、なんかちょっと微妙だ今。いきます。4。お、いや、でもまあ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 、ちょっと待って、これか、稲妻のやつ、これ微妙だわ。あぶねー。もうちょっとこう火力が出ないかなと思うね。火力出ねえこれ。こんなもん、もうちょっと強くていいと思うんだけど。でもおしまいか。 OK、 いきます。3。まあ、怒りじゃなくてよかったかな。怒りだったら多分終わっ、いや、でもこれ防具よ、防具が弱すぎる。輝き、これ回復しないと無理だ。ああ、 いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、悪くねえよ。うん、輝き入りは悪くない。あ、いや、意外といい感じだ。わからんわからん、それはわからん。よし、取ったばかりかもしれないけども、結構火力が出てきてくれていいね。 HP 回復するし悪くないよ。よし、うん、いいね。いきます。3。なんだ、防具来てほしい、防具。もうダメ、これ変わった変わった。まあまあ、いいでしょう、いいでしょう。これはね、まあ衝撃波だろうね。と、金属性入れろ。よし、 OK。 ああ、火力はいい、すげえいい。うん、さすがの火力。
これ一発で衝撃波が飛ぶんで、実質ダメージ2倍じゃないけどね。うん、いい感じのダメージ出るもんな。このソウルナイフ系はエンチャント次第で結構いい。ミスター危ねえ。あとこっちでおしまい。はい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 。おお、この武器は意外といい。衝撃波がいい。1。ああ、うん、まあね。うん、変わってくれてありがたいありがたい。とりあえず雪玉霊気で防御性能を上げていきましょう。おお、な、悪くないよ。おう、いや、いい装備出てきてくれた。これはなんかいける気がしてきた。え、早くない？だいぶ HP、 そうか、 HP 更新できないからね。そこ仕方ないか。よっしゃ、 OK。 出現と同時に倒せたっていうのはでかい。欲しいもんね。行くぞ。よっしゃー、オッケー。あ、もうこれ影の断、うわ、ぶねー。影の断片があるってことはだいぶいい。うん、よし、終わり。はい、行きまーす。6、なんもなーし。いや、もう弓欲しい。弓がなんだ、パワー77って。もう弱すぎる、弓弱っ。これ使ってたんだ。そうね、まあまあ初期じゃない分まだマシだけども、いや、それでも弱い。よし、まあいいんじゃないですか。何回ぐらいからが難しかったっけ。なんかやたら難しいとことかがあった気がする。いやいや、ないか、今回なかったなかった。でも装備によって助けられてるところはあると思うんだよね。どうでしょう。はい、次。でここは、いや、大したダメージにならん。ああ、いや、これきつい。あ、でもここそんな敵おらんかったか。うん、おらんかった。だから大丈夫です。リプリーフいないし、終わりかな。余裕、いきます。2、弓変えてほしいな、そろそろ。そろそろ弓が違うやつが欲しい。裏切りか、なるほどね。これになるか。うん、まあ火力を上げようかな。で、弱体化も入れとけば、うんうん、30%入れればだいぶ違うっしょ。オッケーオッケーオッケー、行くぞ。うんうんうん、オッケー。いや、ちょっと待って、これ戦うまでにもう HP がもうダメになってる。よし、マジか。戦う前に瀕死になるとかちょっときついぞ。いや、防具もまだパワーはね大丈夫なはずだけども、ちょっともう厳しくなってるぞ。 OK、 そこ倒しときたい。
そこは先に倒しておきたいね。ある程度減らせたか。どう、いや結構いるわ。でも大丈夫、よし終わり、いきまーす。 4! イカ2回目だぞ。イカ2発目だわ。とりあえず最後の叫びと、あと何もないもんな。いやいや、やけどのそのちょっとしたダメージ入れたところであんま意味ないでしょ。 OK、 これリープリーフをどうするかだよな。 OK、 よし、よし、だいぶ追い詰められてるけどいけないことはない。よし、最後の叫びがあるから、よし、影化もするもんね。いきます。 5! あ、もうさ、やず使えよう。もう使えない。あ、ついでにゴーレムの HP 更新しときゃよかったな。失敗した。いきます。ちょっとここきついぞ。でも、あ、そうかそうか、よし、オッケー、いいね。もういざとなったら、待って、危ねえ危ねえ危ねえ、これきつい、危な、弓で行け。あぶね。あ、でも結構ゴーレムが耐えてくれてなんとかなった。あぶね。よーし、いや、きつい。いきます。3なんでしょうか。虚無剣いいんじゃない？これはいいよ。うん、そうね、輝きかな。防具がもうダメなんで、輝きでちょっとでも回復できるようにしていきます。ならちょっとはマシでしょう。マジか、やべえ。いや、でも大丈夫、いけるいける、危な。よし、いいんじゃないいいんじゃない。あ、そんな敵いなかったな。あ、全然いけた。いきます。1ファントムも2回目だぞ。まあクールダウン入ってるけどね。いや、弓変えたいな。弓が弱すぎる。うん、だからこの防具の良さを全然引き出せないのよ。 OK、 一番めんどくさいこいつを倒せた。よし、ちょっと待て、これいかんこれいかん。よし、オッケー、食い物めっちゃ出とったからなんとかなった。どうだ、あ、痛い。そうか、範囲が狭いんだ。違う、もう
遅い動きが。よし、21クリア。次4。ゴーレムが良かったな。サイスか、まあ悪くない悪くないよ。クリティカルだろうね。様子見ろ。あとはとにかくここ抜ければなんとかなる。あぶね。よし、めんどくせえやつは倒した。あ、サイズ強い。分かってるけど、うん、分かったことだけど、サイズ強えな。よし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 。いいぞ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 。いい感じ。いきます。6、なんもなし。欲しい。ここは欲しかった。嘘。いやいや、この武器どれでもよかったのよ。いや、まあまあまあ、サイスもね、悪くないよ。いきます。この後、まあまあ、こっからボスまでが、もしかすると相当きついかも。覚えてない。うん、でもサイスは本当悪くないよ。いいよこれ、いけそう。問題は防具よ。この防具ではちょっと厳しいかな。あと弓も欲しい。アーティファクトは揃ってると思う。うん、影の断片もあるし、うん、カバンはちょっと微妙かな。ゴーレムもある程度耐えてくれるんで。3。え？ああ、もうゴーレム変えようか。変える。もう火力特化で。で、ここは、いや、もう防具いかないと無理だもんな。耐えれない。うん。これでいきます。あそうか、タワーレース多めとかタワーガード多めの場所ってあったね。ちょい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 、減る減る、めちゃくちゃ減るじゃん。オッケーオッケー。あっ、やべ、あぶねえ。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。いいね、意外と地雷役に立った。意外と。よし、悪くねえぞ悪くないぞ。いきます。5。なんか防具あったっけこの先って。あー、ブラストか。カバンカバン、いや、カバンもいいんだよね。いいんだけど。まあ、ブラスト確実にダメージあるし、多分ここでは、カバンよりも役に立つと思う。おそらく。うん。オッケーオッケー。いいんじゃない？いけ。危なっ！あ、待って待って待って。よし、オッケーオッケーオッケー。いいんじゃないいいんじゃない。お、いけてるいけてるいけてる。いけたよ。おう、いや、エレメントのカバンより全然良かったと思う。いきます。66。あー、でもまあまあまあ、うん、ここなら良かったか。なんもなし。はい、
もう少し、いやクリアできそう、なんとか。やっぱ影の断片来た時点でほぼ勝ち確、いや勝ち確でもない。もうソウルもねちょっと使ってしまいそうだもんね。ある程度残しときたいんだけども、まあ、ボスは雑魚だから、いやでもあんま雑魚とか言わん方がいいな、うん、もしかしてやられる可能性もあるし。いやちょっと待って、火力ねえわ。よし、 OK、 いいねいいねいいね、いいぞいいぞ。であとは雑魚だけ。なんか今ピュンって音しなかった？ああー、はい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 、あれね。うん、一番いらないエンチャントがついてるね。名前なんだったっけ、探掘者、なんかそういうやつだったな。いきます、2。ハンマーっすか。あ、でもまあサンゴブレードじゃなくてよかったけど、ハンマー、まあ、うん、まあいいか、で見るじゃないよ。重力はまあ別にいらんとして、あ、衝撃波だね。ああ、これでいけ、もうゴリゴリにいけ。衝撃波入ってるとそれなりに倒せるよ。うん、この反発武器はやっぱ、うん、でいいね、虚無との相性もいい、強い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 、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、めちゃくちゃいいよ。オッケーオッケー、強い強い強い、うん、で衝撃波でかなり便利だしね。よし、いいよいいよ、あと下3、4体でおしまいですね。ちょっと待って、危ねえ、もうソウルたまらない？いや、たまるたまる、いや、たまんないのか。ならもう影の断片はあと3回ぐらいしか使えないので、いやでも大丈夫。1、え？まあいいか、ここはもうハンマーあげるしかないよね。うん、重力ハンマー、ああいいね、ダブル重力、意味がないね、重力つけんでよかった。なんかない？まあ、とりあえずこれは入れとけ、うん、攻撃的なやつでいくか。あー、クリティカル入れればよかった。まあいいや、いきます。結局弓は最初から、あ、最初じゃないや、3、4回の報酬で終わったね。いきます、うん、微妙だな。微妙だな。次の地雷を置いていくか。いきます。ちょっと待って、え、待って待って待って、おかしくない？今の、今のはおかしいでしょ。ちょ、待って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 、どこ？やっぱりハンマーの火力はなかったわ。なんでこれで倒すしかない。よっしゃ、オッケー。もう影の断片様々です。よし、どうだ、オッケー、いけました。うん、まあまあそれなりに良かったんじゃないっすかね。では報酬見て終わります。いや、ハンマー弱い、ハンマー弱かった。クリに
毒、あー全然ダメですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。